お笑いコンビ、コロチキ。36学校現場でのいじめの認知件数は61万件を超え、過去最多になっている。新型コロナの感染拡大もあり、若者を取り巻く環境は厳しさを増している。こうした中、悩み、傷つき、苦しんだ著名人たちが、しんどい思いを抱える、君に今年もメッセージを送る。中学1年生の時から避けられるようになったわ、いじめられたことがある子は人の気持ちがわかる。悲観も、ヒゲも、自己否定も、しないでほしい、と語ります。教室の黒板に悪口京都府の端っこにある田舎で育ちました。中学1年生の頃、ちょっとした揉め事がきっかけで女子全員から嫌われました。避けられるようになり、高校を卒業するまで暗く厳しいトンネル時代に入りました。楽器の中間試験の時です。チャイムが鳴ってみんなが席に座ってテスト開始を待っている中、一人の女子が廊下で、もうちょっと勉強させて、と先生に食い下がっていました。なかなか教室に入らないため、業を煮やした僕は、いい加減にせよ。みんな待ってんねんからはよう入れや、と言いました。その子は、なんやねん、と怒りながら席に着きました。次の日から、無視されるようになりました。朝、登校して靴箱で女子に、おはよう、と声をかけても返事がありません。廊下を歩くと、息止めよう、目が腐る、と両端に避けられます。同じ学年のほぼ女子全員から、嫌がらせを受けるようになりました。男友達に心配されることはあったけれど、いじめられていることが恥ずかしかった。認めたくなくて、別にええねん、と強がっていました。プライドが許さなかったのだと思います。女子が教室の黒板に、僕の似顔絵をぐちゃぐちゃにして、悪口を書いていた時も、見て見ぬふりをしました。でも、内心はきつかった。1月に100人一首大会がありました。優勝して情勢を変えたいと、冬休み中に暗記して、上の句を少し聞くだけで下の句が口をつくまでになりました。本番当日、同じグループになった女子に、こいつと一緒か。きっしょいな、と言われましたが、集中しようと切り替えました。順調に札を取ったのですが、中盤、僕が札に置いた手の上に女子の手が重なったことがありました。いやーという叫び声が体育館に響き、先生も駆けつけてきました。その子は泣きじゃくり、僕は動揺しました。泣いている子の背中をさすっていた女子が僕を睨みつけながら、後で石鹸で手洗っときや、と言っていました。そこから全く下の句が思い出せなくなりました。小学生までは明るく元気で友達の輪の中心でした。親には軽い悩みなら相談できたけれど、そうじゃなかったから、心配させたくなくて言い出せませんでした。ずっと、負けへんぞ、という気持ちでした。でも、中3の頃になると、心が折れ、相手に媚び、すぐに謝るようになりました。いじめは少し緩和されたと思います。女子が怖くなり、高校でも目立たないよう静かにしていました。魚が好きで、大学は近畿大の水産学科に進みました。人生、暗いままではもったいない。
大学生活を楽しみたい、変わりたいと強く思いました。話しかける練習をして、明るいふりをすることから始めました。授業で隣の席に座った人と喋れるようになり、友達もできました。面白いな、と言われ、お笑い芸人に憧れるようになりました。漬物屋で3年、営業を担当してから、芸人を目指すことにしました。